めるチャンスでまあ、いいんじゃない自爆は2番、あのね、両番りの時に霊能って言った時点でもう、俺もう、で、グッチョブ怒こったらもう、開示。も,もうそんな言い方をやる気ない。あれだよ、もうあれ。あれ。うん。人狼偏差値が低すぎるってやつ。俺、人狼の偏差値が逆に高すぎるからもう回答が簡単にできるっていう。こことここが最低規格だよっていうことを言う、聞かないから。 もうダメだもん、両守りって言ってんでもう、木しか占いがもう描けなくて、霊が一番ダメだって言ってんのに、一番ダメなとこを、まあ、一番ダメなとこあのー、噛むからもう噛。噛むセンスがもうなさすぎてもう。俺動画で言ったでしょ俺ね、呆れてるから。俺が言った通りに白、位一に関しては全部。自分に自信がない限りは。わかんないときには一応こことここがいいよっていう、一応あれは言っとくけど。 ラストオールはワン決めればいいけど、あれは明確に9か8。理由がなかった時間が変態声がさ、あるから、9か8だっつってのに、新規しか売らないだっつってのに聞かないもんな。朝が来ました。 だってさ、俺がこことここ噛めって言ってんのに、言うこと聞かないで、ダメなところ、唯一ダメなところを噛んでグッチョブ起こすんだよ。もうやってるんだよ、もう。八番のプレイヤーは発言してください。いま,すまあこれね、すげえ迷うんだけど、まあ、俺なしで出るわ。5シロね。ランシロで5シロ。普通に出るからね。なんで一番上でね、いきなり出てるんですか別にね、二巡目でね、潜伏してても、どうせね、同じこと聞かれるから。関係ないんだよ。そういうの。シロね。 こうしろで、役はもうね、どうでもいい。でも役はね、もう役でいいから。出るんなら役でいいからね。役役。役役役で出たら、まあね、適当にいいよ。明かすにしろ、明かさないにしろ。うん、黒いところ釣っていくからね。まあ黒いところ釣んないかな。太鼓で出たらもうね、そいつがろうと分かってるから、そいつに2日目でいい。うん、かな、それぐらいかな。進行論ね。 普通にグレーから黒いところを吸って、まあね、どっかの、まあバカのね、黒がね、出現するから、そこ狙い、5をしろね。9番のプレイヤーは発言してください。さい私、8番が本当に占い師やったときって、本当に申し訳ないけど、ストレスかもしれんけど、8番、どうしても偽に見えるわ。黒いところが分かってても黒いところを釣るわけでもなく、 そうじゃないところを釣ろうとしかしたりとかするとこって。なんでなんでなんで狼だと分かってるところを釣らないで、そうじゃないところを釣ろうとするの八番さん。八番さんが何をどうしてそう考えて、占い師のカードを持ってそういうことを言ってるのか、私は申し訳ないけど理解ができない。八番が真やったとき、私はストレスになるかもしれないけど、八番のその狼が分かってる、黒いと思ってる、でもそこは別のところつ釣るんだ。なんでなんで どうしてでだから8番に関しては本当にトゲトゲしい占い師なのかなと思って1番のプレイヤーは発言してください,ださいまあグレーは9番さんなんだけど9番さんは結構村で見えちゃったかななんかこれに関してもフィーリングな部分が強いんだけどもう9番さんにが 8に対する、うわ、もう嫌だなっていうのが、なんか本心に聞こえるし、本当にやなんか嫌だなっていう感じが結構伝わってきたから、9番さん村っぽいなって。なんか 狼であの、まあ、8番さんがオオカミで8番さんにああいうふうなことも言うとは思えないから結構8が真でも偽でも9番さんは白だと現状思っちゃっているかな。で8番さんに関してもわからないもうなんだろうなんか8番さんに関しては対抗が出てからの精査でいいと思ってる。2> 2番 のプレイヤーは発言してください。さいはい、えー、おはようございます。二番です。特に信用はありません。九番さんに思ったのが、八番さんが言ってるのは、太鼓が狼だから、二日目でいいよって話だと認識しています。プラスで、自分、別の理由で、八番さんが少し似てめかなって思ったのは？ 対抗はオオカミだからってロックをされていて、2日目すればいいんだよっておっしゃってましたけど、自分が占い能力持ってグレーを占って黒を見つける可能性があるから、なんか確実に白を引いて次の日、対抗とのランになるって前提なのがあまり占い師の思考に聞こえなかったんですよね。で、1番さんとは思考が合わないなって思ってまして、8級オオカミであれば夜会はチャットをしているから、あのような嫌悪感は抱かないっていのは理解したんですけど、 9番オオカミ8番が心境だった時は関係ないんじゃないかなって思いました以上です89がろロろに見えないまあ一般的にはそうだけど一応ね1%でも入れなきゃいけないのはール会話で喧嘩してるケースもなきにしもあらずっていうだ,だから1%とか頭の中に入れとけよって話だよこれうん普通に考えれば8と9同時 A ないんでしょ うん。だからその話題で持ちきりだからね、9と1と2がちょっとあんまり同じように聞こえちゃってる部分が申し訳ない。ちょっと他の後半位置から9、1、2がどれくらい差異があるかは聞きながら、自分の中で2周目色つけたいんですけど、8番の発言があんまり解読できなかったです、僕は。うん。で、2周目に、2日目で2、1番目想定してて、対抗を釣ろうとしてるんだったらまあ普通だとは思うんだけど、 ざっくりなんかみんなの話を聞くと何か間違ってんだろうかっていう。はい。はい、4番。サンバさんの印象から触れていきますね。サンバさんに関しては、まあざっくり2番1番、2番1番9番の精査して、まあ、8番9番の癒着の関係性があるかないかの精査をしているだけであって、特段異動じないです。2番さんに関しては、えー 何だろうなんて言のかね。うん、8番のシーンがほぼほぼないっていうか、そこまで深掘りするほどの内容点って、8番さんの発言内容からあったかなと思ってるんで、2番さんがちょっと引っかかってるかなーって感じ。 時点であのー、2番、1番ともに引っかかってて、あとね、1番さんに関してはね、9番さんが白く感じた時って、9番さんの発言内容って、9番さんって8番さんは占い師のカードを持ってないっていう発言を唱えてて、1番さんは8番の対抗が出てから8番を制させるって言ってるから、9と視点が違うところ、1番さんあるなーと思ったんですけど、2番さん聞いてました5番のプレイヤーは 発言してくださいださい,いや、わかんないわ。俺、8番に関しては、潜伏してもしょうまないから、もう出ちゃうわぐらいしか捉えられなかったけどね。ごめん。そこぐらいしか拾えなかったけどね。で、9はあれでしょパッションでしょで、1はそのパッション感じで9はね、もう釣り位置になんないでしょずーっと永遠に。1番さ、2番もかわかんないけど。9ずりだな。9ずり。焼くなきゃ9釣りかな。 村でもごめんって感じ。陣害もあり得るでしょ。でも、1、2とかがさ、その9釣りっていう選択肢がさ0だったらさ、もう9が陣害にして負けじゃん。だから俺は9、うん2周目だけどね、2周目次第だけど、もう9釣りって一応言っとくわ。6、7のね、骨折を伸ばすために、一応9釣りって。 役があったら考えるとか言っとくよ、ちゃんと。2周目も考えるけど、あのまままたずっと言ってんだったら9かな。あ、はあ、3、4に関して言えば、まあ、もうなんかね、わからんね。9、1、2があんな感じだからそこに触れてるぐらいで、色落ちもしないよな。でも4とか、ね、2の捉え方とかなんかも、3も言ってたけど、俺そこまで捉えてないからな。あ、はあ、どうしよう。俺8に関しては本当にね、 なんかもう潜伏しなくても一回ぐらいしかわかんなかったわ。ああ、どうしようかね、これ。まあ、でもね、太鼓出てきたとしても、俺はちゃんと八番さんの芯もを追っていくっていう。俺はちゃんとその目線を持っとくよ。なんて言ったって、俺はさ、肩白だからさ。ありがとう。6番。 のプレイヤーは発言してください,ださい5番さんが9番さんを釣り押すんだったら俺は5番さんは人外かなと思うけど、うん、え9番さん村っぽかったけど、ね、トップバッターで占い師をしてる人物に対して死で見れないっていう人は結構人外濃度低くない、うんまあ、?1 人しか出てない状況で何も他役出てないのに9釣り押す5番が黒く見えちゃうからあんまりそれ村だとやめた方がいいと思うよ 画面きしかあ5番のい。うん。まあ番の8番の気になってるのは潜伏してもなんちゃらんちゃらだから出るわってその視点行使の速さ <laughs> 何で変わったのってなるよね潜伏してもだからそう言わなくてよくないってなる,なるから、うん、2番に違和感が一番あって2番って1番に対して9番が人能で8番が強人の可能性もあるからとか言ってるけどいや死を感じたんでしょ1番さんって謎なんだけどちょっと。 7番のプレイヤーは発言してください。視点更新の速さってないよね。視点、8番さん目線、視点も話してないし、更新もしてないわ。<laughs> まあ、単に言葉、ワードチョイスのミスだと思うけど、もう俺はね、8、9、村らだと思う。ただ、5番さんはやっぱ対抗出てきてほしいんだろうなと思って。まあ、そうだよね。このまま弱い部屋ぐらいになったら、あ、ごめん ごめん。ごめん。ごめん。ごめ、まあ、ん。ごめん,んなてて。ご、ま、め、あまあ、<laughs> んれないよって話。ごめん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  のプレイヤーは発言してください。だか七だよ何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 だよう。だよ何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 だよだよ何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 だい何だけどだよ何いよ何番よ何だ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 よ何いよ何だ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 よよ何だよ何だよ何よ何だよ何だよ何 ね、絶対記事真面目に。かマークが間違ってる、もう。これやばいと思う。棋、ね、士から言ってくれないと、これ多分危ないよ。これ言っとくよ、もういろんな意味で。今日七番か。今日七番八番強人とかあった場合、四番も釣り切りになるから、もうめんどくせえから二六。それみんなで決めようぜ。今日七番かね。八番の新世界もあるし。九番,番絶対い、ね、らなか あのこいつ、強人でも死んでも同じグレー、うん、わけわかんねいグレーズりすんだよな、こいつ。一番はね、うん、グレーをしたから人外と限んなかった気がすんな。強人の時とかでやたら多かったけど、グレー行くってわけわかんねいこういう発言。番。死んの時も言って、言ってたような。発言君潜伏 FQ? じゃ読んじゃん。じゃ今日7だよ。 番人外では言ってたのは形跡はあるけど、死んでも同じこと言ってたような気がするんだよ。212でクレズリとかも分かんない。わかんないこと。番番今日からいけるよな人外でも言うんだよ。当たり前だけど。死んでも言ってた気がる。でも今日は判別できるわ、いろいろ。 のプレイヤーは発言してください,ださい7番って5番に牛を釣り寄せる状況だからこそ7番って5番が役を持ってなかったら牛を殺しにかかるのって変だよねってことじゃないじゃないで私1番さん自身に関しては本当に8番に対して嫌悪感を持ってそうだなって発言で最も狼らしいなと思ってたのって まあ2か3かなって思ったの。2番が1番に対して8強 9, 9狼あるよって話でしょ。で5番が2番にそこまでも要素ないよねってなってて。でこれでもう5番の言ってる、えっと、8強9オ九カミって存在しないじゃん。じゃないだから8番がそれで7番落としたいってなるっていうよりは結構あの6番の出方って2が出てから6番出てるから結構6番の方が新らしいと感じるけど。 で2番って釣られそうになって出てきてるからわりかし2番狼に見えん ?8 番って。やっぱり8番変だと思ってる。で8番が出てて4番が出てきてる時っておそらく平和村にしたら弱いと思ってた8番4番心境じゃない違うで8番って9占い飛ばすって言ってるんでしょあどうぞ飛ばして。なんであの発言で26の精査がつかなくて2番6番から釣れない8番って何 ?2 番6番に狼オがいるの分かってる 何言ってんのえ私7番ってそんなに狼らしくないと思ってるけどだって8番9番ってムラムラじゃないって8番のシーンも少なからず追ってんのって7番じゃないだから8番が7番強用すの変じゃないえ何言ってんのえマジ本当に8番って何を言いたくてそういうこと言ってんの 1>, 1番のプレイヤーは発言してください。グレーで黒っぽいなって思うところは現状ないんだよね。で、占い師に関して8番さんが得ってものは7釣りをして9占うからって私、最初は9だからなんか7からの9占いっていうのが消せなかったかなただ、4番さんで気になってるのは 私なんか9番さんのパッションで9番さんも白いなって言ってたから別に9番さんのなんだろう考察で9番さんの考察の中身が白いなって言ったわけじゃないのに4番さんはなんだっけな、えー、と1位は9と8を見る目線が違うのになんか9を白く見るのがおかしいって言ってたからなんか占い師に関しては。 どっちもどっちかなどっちが真も偽も分からないっていう感じただ狩人に関しては2番さんの方を結構偽で思ってるなんか2番さんって1と思考が合わないって言っててなんか9が狼だったら8の心境の場合は関係ないって言ってたけどあのー、じゃあ何だろう私別に9番さん黒いなって思ってないからなんかそこを言われると えって思ったし、まだ6番さんの方考察の方が理にかなってると思うで、3番さんに関しては、なんだろうな、なんか、これもごめん、フィーリングになっちゃうと思うんだけど、私に対して、いや、8、9は喧嘩してたらって、なんか喧嘩してたらっていうのを、私に、糖酢って1%のこういうのがあるんだよって教え込んでくれたのが、なんか白く見えちゃってる、7番さんに関しては言えないけど。2番のプレイヤーは発言してください。 はいい、えー、お願いしますカリウドですで、えっと、フィーリングっすか9番さんの白要素って。で私に当てられてる精査も正直ピンときてなくて8番さんの話からえっと対抗が出たら狼確定で2日目に釣りますって残していて8番さんが占って黒を見つける可能性もありますよね。 そしたらその黒崎を釣る可能性もあるから、1周目の段階で、2日目に釣るよって確定してるのは占い師っぽくないって残したんですよ。それがおかしいんだったら、どこがおかしいのかを指摘してくれないと、4番さん、特にですね、太鼓の8番さん見えてて、そこに偽要素拾ってる2番がおかしい、8番さんってそんな深掘れるほど偽要素なかったですよって言われても、私は言論から拾っていて、4番さん感じてないので、なんか会話が成立しないなって思いました。 でグレーでででで番番おかかしいののは6番さんだと思っってたので陣外でかった良す9番を釣るんだったら5番さんが陣外っておっしゃってましたけど5番さんまでの番手で8と9っていうのが発言から9番さんが白いって流れて5番さんが言ってたのは1と2が9を白っぽく見てるから9番さんが陣外だったら負ける可能性があるから釣ってもいいよねって言ってたから。 そこをををみ取らずに9番番ささんん利用ししててて5番さんを殴っっるのがめちゃくちゃゃく人外だと思ってましたなんで正直占い師に関しては4番さんの発言を占い師として聞いてないので分からないので6番さんに投票したいと今日は思ってますただ5番さんが占い師から行ってクロス声を組みたいんだったらそれは乗りますグレーでは1番さんが狼だったら白い血を作りすぎて どこと戦うのかを決めてないところが白いなと一瞬で思いました殴られてるけど以上です1だったら釣り石あめらんないろうってもあるんじゃないですか強陣もあるんじゃないですか2番6番にいけないっていう48にいけない7番だったら棋士一をやたら気にしてるからだから進路進路もあるんだから棋士、うん、にろうが出てる確率が高いから2番からいって6番に5番守ってもらったら 8番がグレーから行くって言って、強人だとして白結果見えても妙盤釣られるよ。うん。近況だと思わないで、進路だと思って、あの、釣り切られるんだから、陰境の可能性もあるから、2六で、2番ってなんで出る意味だったんだろうなって釣りちゃったっけっていう。うん。一応71がぼやっとして強人の可能性も何パーセントかある以上、2番から行きましょうよ。で、六番が、最悪26釣り切ればいいでしょ。白で怪しいと思ったら6番釣り切っているうちに48の占い審議聞いたら、隠しのができたらいいでしょ。うん。 占いから言ってって進路の場合で苦労する場合のみだよ。うん、4番のプレイヤーは発言してください。2番さん会話不成立だわ。2番さんに言論で,しょ言論で成り立って4番,4番の追求が言論で成り立たないって言ってるけど2番さん視点1番を考察した時もう1回言ってやるよ。1番は9番を制査した時に 9番さんのパッションっていうよりか9番の原文を、じゃあ1番さん支援から9番の原文を取ったときに、9番って8番に対してほぼほぼ芯がないですねっていう発言を9番自身、僕の指導先の9番さんはおっしゃっていまして、1番さんはそこに関して、8番さんに関しては、どっち、あの、対抗出てから考えますの人間なんですよ。1番さんあなたは。はい。で、7番さんに関しては、 あのそもそも、あのー、8番さんは手法が黒いからもともとの血の指数が低いから8番はワンチャンシーンあるんじゃないかなっていう沼5番。 のプレイヤーは発言してください分からんねえこれ。分からんないわ。分からない。キシロラキシロラかな分からねえわ。分からねえけど4番って1周目に9番って触れてなかったっけ形色出てる。潜伏。9触れてたかな覚えてないけど。あとなんで4番そんな2に当たるのよ。分かんなくねあなた目線。2か6か分かるって思ったかな ああ3番さん2はさ多分平和村だから出てきたんじゃないわかんないチャットのタイミングとかわからんけどね8しか出てなくてさ平和だから出てきたんじゃないのうん2の方が先なんだよねあー 俺2と意見一致だからなー。一緒なんだよな、2と意見。で、6のさ、5の叩たたき。<laughs> ああ、あれかなー。俺2と意見全く一緒だからな。2、6。でも結構2に行きたい人多いんね。なんでだろうね。なんか団結力感じちゃうわ、俺は。 えー、俺も圧倒だと思うけどな、片白だけどねって。でも7番さんはなんか、あれ、基地探してる、探してるのか、もう片白だけどねって、あえて言ってるから、俺役持ってるってもうね、刺したのかだよね。刺し,したと思うけどね、ぶっちゃけあそこまで言ってるから。でも、刺しちゃう人もいるから、一応片白だけどね、アピールはしといたんだよね。<laughs> 26の欄かな。 ちなみに、レジェンドヒロちゃんと違って、ペラペラ焼くことをペラペラ,ペラ語る人発言してくだうん。5番さんはね、俺は絶対言わない。ないね、5番さんは、ね、あ、ナンバーワンって言わけにいかない。僕、人内に評価集をされてる、めちゃめちゃいい人、うん。5番さんは、終わったとわかるんだけど、評価集されてるから、まんまとね、情けないと思ってるけど、まあでも、それは5番の性格だからいいんだけど、うん。 2番の違和感はもうね、初週からわかんない ?2 番って1番に違和感があるって言ってる人物だよ。その理由として、9番が人道で、8番教授は見ないのかっていう視点がないからみたいなこと言ってるけど、発言聞いたんやね、その発言って。1番って9番を評価してるんだよ。ブラっぽいって言ってる状況だよな。なんで9番を上で考えなくちゃいけないのって話だよね。まあそこでまあずれてんだけど、うん、その発言を聞いて、なおさら5番って2番に違和感感じないのって話だよね。 <laughs> うん、いや、5番は怪しか感じだよ。だって一番村っぽく感じたから俺。なんで村っぽいって感じてる人に,に,い人に対して釣りって言うのよってなるじゃん。俺は基盤が村っぽく感じた。でも5番は、えたのの知らない5番は基盤一本釣りした。なんでってなるならね普通に。それを何村っぽく感じるのってなるから。それ五5番のオちだと思うよ。うん、今日2番釣っ,ってる2番。2番釣っ,って。 占い師、占い、占いのりが、占いの結果が大事だから。うん。八番の残念しもあるからね。意思で占い結果聞いたらいいじゃん。俺に黒打ったら、偽じゃん。簡単じゃん。言わんり。例えばいい。あんまり黒い血はいない。ん八番が死んで、四番からた三黒を戦えばいいじゃん。だから難しい。あしらする必要ない。戦えばいいじゃん。負けることに意味がある。タフェアに戦って。あしらしないで戦う姿に、人は惚れるんだよ。そうですか。 まあ絶対8は死んだけどね。この状況でグレーからいけるって、8の相方いないし、強人だったら何やってんのって話やん。8絶対死んだから、騎士からいったら絶対8かまれるよ。<laughs> まあ、俺はラスセル3だと思うけどね。4が死取れると思ったら別に。<laughs> 八九村。そんなシーン撮ってると思ったら、別に。うん、三のね、八九が夜会、夜会話で喧嘩した、おうかもしれない。チャットでけん、八九はそこまで喧嘩するか。つか、絶対四の方が偽だろう。こ、こんだけ。九に触れたの。五番の言うと。八の,の期待のたの。どういう触れ方したの。ま、だ巻き戻して、よく聞いてみてわ、は。これはね。 なんつったの本当にマジで。18死んじゃん。ゃあ4、ほんとなの俺。これ全然聞いてなかった、一周。23、ね、なのか、24なのか分かんないけど、新郎新郎あるかもしれないから。いやー、新郎新郎ってよっぽど。 その気配があるときか、2がめちゃくちゃ釣り押されてるときか、どっちかだと思うけどね。じゃあ、進路しのあるかもしれないって、じゃあ、騎士位じゃない、ね、強人一どこよ。だから、俺はそ3がほぼラッセルだと思うし、正直、6に、六もなんか8にせって言ってるから、なんか、いまいちだなと思ったし、俺は4行くけどね。みんな好きな、まあいいんじゃない俺は4しか行かないけどね。4が100%人外だから。 投票を始めてくださああ、俺、ドラすればいいから、先に出たから、もうそんだけ知らないもん。別に、白だったら釣り切りゃいいじゃん。黒だったら釣り切らないけど。それだけ、別に分かんないから釣り切りゃいいじゃん、2と6って。明確な2番の落ち度がないんだから。2番。2からして、次に、6いきゃいいじゃん。 2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいはい、えー、っと、5番が言う通りかもしれないかな。5番襲撃は6のシーンです。基本的に6のシーンを俺100%追ってるわけじゃないから、釣り逃れに見えてしまうのは承知ですけど、それでも2周目頑張ったと自分では思ってます。 3番さんがめちゃくちゃおかしいと思ってるから7番さんが激白だと思っていて1番差の7番さん東京が理解不能って感じです3番さんは17に強人名を感じたから新郎新郎があるんじゃないかでも48は新郎っぽくないから強人の時に、えー、と占い師から釣った時に意味がないから26から行きましょうっておっしゃってましたけど自分で17強人新郎新郎追ってるのに48から行かない理由は何ですか だからそこ指摘できる7番さんは鬼白いし6番さんって2種目グレーズ全く精査してないですよ、ね。よで6番さんから捏造されてるんですけど1番さんが9番さんの感情から白を拾ったのは分かるけどまともに精査したら発言だけでは9の白って取れないよねっていうことを自分は主張していてそれで1番さんは黒塗りはしてないです。 2番が殴られた状況での CEO なので、6番さんが出れば勝てると思って出たと思ってます。で、4番さんは絶対旧城を持ってる占い師じゃないですよ。旧城を持ってるのに、そこを白置きした1番さんを1周目殴って、8を偽接してくれている2番さん、2番を殴ってるんですよ。で、2周目、なんか私に反感してきましたけれども、な、何も意見してこなかったですよね。はい。 まあ、ラスト陣内が三番さんだと思ってるので、ドロールートたどっても勝てると思います。頑張ってください。夜が来ました。目を閉じてください。戦えばいいだけでしょ。違うの。なんだろう。なんて言いいの。 八番,番のシーンがほぼほぼないっていうかそこまで深掘りするほどの内容点って八番さんの発言内容からあったかなと思ってるんで二番さんがちょっと引っかかってるかなって感じで持ってるんで二番一番ともに引っかかっててあとね1番さんに関してはね九番さんが白く感じた時って九番さんの発言内容って九番だって八番さんは占い師のカードを持ってないっていう発言を唱えててあの二番一番マジだよこれうん 8と9同時してて、大キューバーさんが白く感じたときって、8ゲーム差が増いますサンバさんに関しては、まあ、ざっくり、2番1番、2番1番,番、時間ね。そして、8番9番の輸着の関係性があるかないかの、精査をしているだけであって、僕らに動しない。朝が来ました。ん昨夜死んだのは間、ね、に合わない。 番大事な部分間に合わないがこれだけだとまだわかんない急に本当に触れたのか7番のプレイヤーは発言してください9か白、しろ7まあそれでも俺は4に行くけどね俺は二三だと思うけどね 2、3だと思うけどな。あ、違う、グレー詰められんのか、これ。えーと、じゃあ3詰めようか。3詰めるか。カンぐれ、3回近だでね。カンぐれだから。なので、8番さんと4番さんが3と1どっち詰めたいかで決めればいいんじゃない俺は1、3だと3の方がチンゲに見えるけどね。 いやー、3が2から冷たいっていうのもすげえ変だったけど、今考えるとライン切りなのかなと思って。うなん。だからね、1がラスルでね、グレーの俺投票っていうのはあんまイメージつかないんだよね。だって俺2から行くっていうみんなの中でさ、別に占いからでいいんじゃないって言って4投票してるわけじゃん。4, 4行くって言ってるわけじゃん。 だから、1、2あんま足りえないなと思って言って、2、3の方が足りえるなと思ってるんだけど。振動振動、新郎新郎多い人はさ、強人がどこ、強靭地どこなのか言ってほしいよねって話。今日は、俺は3つめるべきだと思いますけどね。俺はそれで終わると思ってるんだけど。はい。いや4が強人でも全然、あの、9四郎打つと思うけどね。 ああ、わかんねい。4が真かもなぁ。まあ、い,いや、3いきます。8番のプレイヤーは、発言してくださいようございます9番勝ちね。うん、じゃ9番もほぼ無駄っしょ。4番教授。で、4番ね、たぶん、普通に強人なんだよね。1, 2、6。てか7番ってなんで3から行こうとしてんの ?3 番って2に入れてるんだよ。3にローローで2から入れないだろ、普通にね。 そもそも4番って26でどっちでもいいからみたいな。多分新郎出てるの分かってたんだよ。え、4番がロー、4番がローだったらね、まあ心境で。でも結果、あれでしょ。多分ね、ローローでね、売れない人、狩りを出てないと思うんだよ。うん、だからなんだよ。うん。てか2番もわけわかんないで、ね、4とかでしょ。ちげーじゃん。なんで2番で4いくの <laughs> ?2 番で6じゃねえの役職から行くんだら それかまいみ踏み出してね。で、3番で2に行ってんだよロード。ローローでやんねえだろ。だったらね、なんだっけ、投票結果からして一番ね、怪しいの7なんだよ。3? うん。いや、72ローローでも終わりじゃねえ。72ローロー4強だろ、これね。<laughs> 今日7ね。全然7でいいじゃん。3番が2に行くなんてね。もう3番はね、昨日の発言ね、おかしいよ、普通に。絶対ね、役職なんかからいかねえから。会ってたからいいよ。 今回あってたからいいけど普通に守ってほしいからね新年のからしたらね、うん、今日7からね誰も問題だろう今日7からね以上9番のプレイヤーは発言してください,ださい7番さんから私は1番の7番投票は消せないと思うけどね8番の仕込の中でで8死んで9 8番が強人で9狼あるよって2番が言ってて5番が2番にはそんなことないよ9番落としやって言ってた時7番が5番が役に見えるよってすごく普通のこと言ってると思うけどだから8が7落としで9占いっていうのがゲーセンって言ってで4番の2番への言及は1周目も2周目もあれ割かし通ってるよ。1番は9番に対してはそんなにおかしい要素とは思ってなくて。 だから、9番がだだと思うよだから 8, 8が2000の9は村なんじゃないか。だから、それで2番が8、9、9オカメあるよって言ってることの方が通ってないけど、1の7 7投票がどうしてもで、7の3、まあ、ライン切りは存在するよ、8番自身。3が2番が黒で落とすわけないじゃんって言うけど、そうなった場合って、2番に投票できてるからいいだろうってなるけど、 で、7がそれ3番じゃないって言ってるけど、1の7投票変なんだよ。どう考えても2、6だったら2番の方が狼らしい思考だし、だから8番が2番、番6番から行きたくなくてグレー詰めるのが、めちゃくちゃ8番が変に映るんだけどね。だから8番が、真だったらストレスを感じると思うけどって、だから6番が言ってることが通るんだよ。私8番の偽信仰なんて一言も言ってない。 8番やったらストレスだと思うけど黒いところを残し、うん、と他をつるんだっていう思考が占い師だったらどうしてそこからそういう発言が出てくるのっていいじゃん自分が黒いと思って狼だと思って落とすんでしょで霊能が一括したらそれ確実に狼やだから黒いところ残すっていうのが変だっつっての1番のプレイヤーは発言してください まあ9番さん、村か強人かわからないけど、私の7番さん投票の理由は、8番さんってもう7つり、もう4番、今日7番からいけるよな、4番、7番からいけるよなって言って、結構8番って7つり押してたのにもかかわらず、7番さんって8が絶対真って2週目の最後で言ったのが、なんか7番さん目線の8の真が、私だったら、 な私が7番さんだったら8のシーンは結構見れないもしくは結構フラよくてフラットできるほどでもあるかななんか8の7いけるよなっていうのは結構不当があったのになんで7番さんそれ受け入れてるんだろうって思ったから7に行った、うん、だからそれがおかしいって言われたら私はもうそういう理由で入れたから何とも言えないけどただ えっと3が2に入れて2が黒でしょう、うん。だから投票的に私は3の方が白いと思ってるから誰かが3二ローロう7番さんか7番さんが3二ローローって言ったのはおかしいと思ってる。3二ローローって投票からは見えないと思ってるしだからなんか4が7白っていうのがうーんっていう風に思って。 出るからまあ、今日グレ,ーからいグ,レーグレーからいっても3番さえほど黒,け黒くなければ私は48どっちかから入れるかもしれない3番のプレイヤーは発言してください48する日って71の審議すればいいんじゃないですかそれか1番すればいいんじゃないですか投票してないんだからああいいですよ7番が巨人でも戦いますよ僕は うん、4八に。4八をずり切って7と1戦いますよ。うん。7と1のローがいるなら戦いますよ。うん、大丈夫ですよ。うん。私は別に2番投票してますよ。2番投票してて7番は変なこと言ってるし。1番はなんで1、2番目でグレーいけるんですかね。うん。あなたたちが落ちろ作ってるんだから最終日はあなたたちで殴り合って私が決める立場ですよ。それ分かってますうん。態度が悪い奴に入れますよ。うん。 まあ、グレー、まあ一応、新郎、新郎、オウんだったら4八すりきり。うん。あの、なんで2番に投票できないんですか、村は。まず、岸から行くのは当たり前ですよ。グレーだったらまあ1かな、はい。4番のプレイヤーは発言してください。え番いい場面から占い師から行く、役職の優先順位ってものもわかりません。で、8番さんは、えー、8番のおいぼれトックちゃんは、 1>, えー、1日目の1週目で役は、えー、役で出て適当にやっとけばいいなんて占い師のカード引いててそんな発言出ますかね9番さんこれ白崎強靭強人に刺さってるのかなっていう風に感じ取ったんだよねでさあ,あと小番さんに言っとくわもうあのさ潜伏占いしててさいちいちさ自分の白崎にさ触れなかったら潜伏占いがさの透けてき,て,てきちゃうでしょ で7番を超える7番、9番がもう強人名がめちゃくちゃ高いから、もう8番釣れば終わると思うけどね、基本的には。まあ、8釣って終わらなかった時に1の狼うん一1番が、えー、1日目の1周目、1部、2部で合成させた。 えー、9番に対しての考察内容に対して、えー、9番は8番の、えー、8番があまりほぼほぼ、ほぼほぼしあんまりしんな,な答えは分かったから、8の答え聞くわ、どっちか。分かんなくなるよな、4と8のシーなんでそういう考えなんだろうね売れない、れしいし売れないをやらないと、売れるやつってもう本当にセンスないもんね。売れるやつってもう、それで隠してます。それで新名は落ちるでしょっていう。 こっちは真意つけらんなくなるから、うん、ちゃんと真だったら真で言っ一番は激しいだったんでしょう。だったら四番九番道路っていうものもじゃあ終えたんじゃないですか。七番さん。七番は四番が二百パー死んでになだって。七番お前し人間だったらスムラだったらまマジで頭顔真っ赤だぞお前。八、うん、番の一周目の占い師とお前。五番のプレイヤーは発言してください。まあ わかんないなあ。わかんないわー。72じゃないんだもんね。72、72、72の世界の時は8が進化か。自身で4強、4強72ローロー。 4強72ローローか。強人が狼めっちゃ圧がけしちゃったから72に投票されたんかな。やべ、4番に止まれてやばいみたいなそういうことちょっとわからんな。1も7投票だもんな。 俺はねみんな2に行くと思ったけどねなんか6番のあの発言聞いてねもう5番さん騙されてるよあんたみたいなの聞いてよそれでも騙されたくないから一応6だったら怖いなと思って俺は6に行きましたはい <laughs> 保険かけたわ <laughs> <laughs> あーどうしよう単純にいけば7人なんだけどな7人なんだけどな単純に行けばな 724投票、4強なんかな今日がローを追い込んじゃったパターンかな ?13 はわからんわ。まあ、1も投票もわからんし。でも3は2投票してんだよね。その時点で外れちゃうってところもあるけども。うん、おのおのでいいかな。投票をのでいいって、くださのでいいのある。 いい八四ずりき正座。も4精査ありえん。俺ない四乗れない結果で行こう。黒か三黒か。三番のプレイヤーは発言してください。はい。あの普通に七番の投票は変ですけど。 普通に2、3ってあるはずないんで、あの、4、8釣り切った方がいいですよ。どっちかずと,と2番と、2番が4番いってんだから、味番がローの可能性があるんだから、まず、7、9って何考えてんのこの盤面普通に投票してない1番、7番に行くのはわかるけど、なんで3番に行ってんのちゃんとゲームをしてもらえませんかねうん、ゲームしてます 84擦り切ればでしょ俺視点4番の答えは8番か1番がローってわかるけど ?8 番の答えがわかんないけどこの7番のこれが狂人でやってるのか、ローでやってるのかわかんないですけどうん。普通に考えて発言してたで4の真の可能性はあったけどと思って8番行きましたけど ?23 ローローってあるわけないでしょ ?4 番のプレイヤーは発言してください。何 じゃあ4番強陣で1視点ね1視点4番強陣で、えー、2番7番2番7番で4番に入れてるから4番が7番7番白打ちした2番7番ローローの構成を1番3と取ってるんですか、うん、じゃあ7番差し出してもいいレベルなんだけど7番いらねえし5番,の5番のこのレーラもいらないマジで。 のさ8番のさ発言聞いて残念心だとか7番が言ってるでしょ ?7 番が8番残念心です。で4番の残念シーンは7シーないのかね絶叫レベルだわ、この村。畑岡もいいとこだわ、5番。はっきり言ってやるよ。4番、8番の単品精査すればいいでしょ ?8 視点。 うん、3番、4番の二郎構成っていうのはどこで消えたんでしょうか、はい、8視点、どうやって9番,9番占い筆頭の 9, 9, 9番を精査9、8番の1日1日目の2週目の8番が行った9番精査に応対して8番は9番を占いに準ずるものとして8番は9に色をつける人物と。 いう発言を8番はしていましたかはい、逆再生してみましょうね。幼稚園児のレベルですかはい。ああ、どうしよう、どうしよう。こんなにえのがいるから負けんだろうな。8番のプレイヤーは発言してくれまい,い,いね4番の巨人ね、絶対も3番が、ね、狼だろ。てかね、俺7番がね、すげえ思ったんだけど、これ3人のね、ローローのね、キりだわ、身内キりだわ。 っていうのも3番って48ね、釣り切った後にとか言ってんだけど、3番って言ってたんだけど、え、なんで48がね、釣り切って終わらないと思ってんだよ、3番って。え、3番って48でね、新京都も見えちゃってんでしょ。その3番ってローじゃないのってだから3番に入れてるね、79っていうのはもう待ってるよ。まあ、7番はちょっとね、あれだったけど、最初だったからね、あれなのかなってちょっと思っちゃったけどね。てか4番ってもうね、俺ばっかにね、目線向いてて、もうね、労をね、見つける気ないんだよね。 わかんんじゃん4番目線俺がほぼ狂人だよ俺も4番が強人って見えてるからね。だからね、グレーに行きたくなかったんだろ。4番って。4番強人ね。まあ、3人入れてもよかったんだけどね。うんまあ普通にね、4もあるかもしんないから、まあ、4に行ったよね。確実なね。ね。今の4の発言で分かったわ。うん、3番ローね、合ってるよな、7級。俺も3人行こうとしたからね。でもやっぱ、ね、俺目線、確実な人街なんだよ。 てか、俺が最初に出てんのに、4まで潜伏する意味ねえんだよね。4は日和見してたんだろう。あ、狼どう出るのかなと思って。じゃあもう出ないからね、あ、狂人でも出るしかねえよって。適当に9とかやってね。7とかでね、囲ったみたいな感じやったんでしょ。ぐらいでしょ、4って。3でいいよ。絶対3、ーだからね。もう3おかしいじゃん、なって。4、8で吊り切ってもうってね、次のこと考えてんだよ。もうね、投票を始めてください。 3番のプレイヤーが選ばれました3番のプレイヤーは発言してください霊能って本当に何も考えてないね3番が2番に行ってるんだから7番か1番でしょグレーは3番には絶対に行くなんてなんで言えないで3番投与してんの4か8に行かなきゃいけない場面で いやもうこれ本当にこのレベルなんだろうね。うん。本当に呆れるよね。うん。人狼の時によほどのレベルで適当にやってあげてんのに、じゃあもう普通にやってたら白なのに、その白も拾えないんだから。何回戦っても、何回戦っても人の傾向も読まない。本当にひどいと思うよ。しかも俺2番に言ってんのに3に。普通にやってるだけで白の人を占う必要もない人を釣るんでしょ 発言精査もいらないくらいのレベルの、まず人,人であり、2番投票してる人に言ってるんでしょ本当にちゃんと学習能力ないね、この5番って、本当に。夜が来ました。目を閉じてください。 グレーから行く奴がいたら占い釣り切るしかないだろうよ。普通に考えて礼、占い行けない奴ってマジで何考えてんだよ。この盤面で。本当にこのレベルが量産されてんだもんな。もう呆きれるよ。普通に勝てないんだぞ。釣るとこって7か1しかねえだろうよ。明確によ。釣るとこそこ以外どこがあるんだよ。いやー、マジでひどいレベルだわ。 クルドゴは他にないっていうレベルで朝が来ました昨夜死んだのは9番1番のプレイヤーは発言してくださいったママ 7黒4強陣。あやってた。昨日さ、なんか私結構新郎新動もあるんかなと思って4に行って、で4に行った理由は7番さんが黒いから4番さんが囲ったと思っているから4番さんに行った。本当とねー、なんだろう、昨日も言ったけど7番さん目線、なんか3番さんが黒になるのがおかしくて、あのー、 なんだろう2番さん黒って見えてるのにもかかわらず3番さんで2に行ってるんだよね。で結構、あのー、私が2の相方だったら2に行けないと思ってるから、まあ、これはブーメランになっちゃうけどだから3は結構弾いてたんよね。で7番さんは単体で、あのー、結構8が7つり8が7つりってずっと言ってるのにもかかわらず7番さんなんだろう理由言ってないと思うけど。 なんかよく分かんない理由で8番さんのことをしんしんしん42世って言ってたよねだから私は7番、37比べたら7番さんの方が黒かったから4番さんが2世っぽいから4に行った7に行ってもよかったけど新郎新郎のケアも込めて4に行ったかな今日7番さんに行ってくださいもう8番さんが7黒だから、えー、と7番さん行ったら終わり5番さん分かってるあとねなんか人外で暴言吐くのって私はどうかと思うよ 七二、誰か言ってたよね、あ、五番さんが言ってた七二ローロを素直に。まあ、私は初日七二ローロー見えなかったけど、七番さん言ったら終わります。四番のプレイヤーは発言してください。が一番に対して。 遺言で1番は激白だっていう振り方から1番への言及を4番は1日目1週目に1番が9番に対して行った精査はおかしいですよっていう原文は100%やっぱり通ってんじゃん。うん。ほんと視点の着地が遅いよな。最近のプレイヤーたちって <laughs>。ヘドが出るぐらいマジで下手くそ。 暴言じゃないよ。本当に下手くそなのよ。これ日日日下手に決まってんだろう。普通7回1する場面で3つってるやつらいいんだぞ。本当に何考えてんだろうと思うよ。1番の印象があんまりよくないってなった時に、じゃあ、2支点9番の方が印象良くならないですか、2支点は8番の方はなんか占い師っぽくないなっていう精査観点を2番3と落としてるんで。はい 1>, 1番はそこに対して9番を精査したときに9番は8番が占い師だったときどうやったらその思考にたどり着くんでしょうかっていうところに関連して9番は8を睨んでる状態かでした、はい、で8番の団体にせよ措置を挙げてあげましょうか。昨日の発言で えー、4番が4番巨人2番7番オオカミ最後に最後になっていきなり何なで4番がオオカミに変わるんですか34道路投票コードだけ利用した発言内容、はい、もう7番の須村これ、まあ、マジ絶叫しろよお前例のからさ裏表入れられちゃってここはこレベルだな7番5番

つうか、4さ、シングルないならさ、8出てきて、潜伏すんなよ。あと、グレーセイさ、白や七白見てんだったら。めっちゃ偽に見えるやんか。えっ、ー、と、俺はもう8シーンでずっと考えてたからね。8の、8のってさ、もう出現オンパレードなんだけど、こういう人もいるじゃないマロロ・軍曹みたいなさ。えっ、ー、とね。 客観的に8が明らかにおかしいのことね。8はグレーからいけるよねグレーからいけるよね7から落とそう7から落とそうって言ってて7投票するかと思いきや3投票。初日これ変じゃね。 あと、2でなったらいきなり4投票。これ逆じゃね普通、順番的には。あ,あだめだ。<laughs> まあでも、8ってデフォルト変な人だからな、二千を上げても偽だからしょうがないんだよな。 まあいいや、俺も精査間違えてたし、この件に関してはもう文句言わないや、負けても。ごめん、俺が間違えてた。はい。一番さん言ってください。二の黒だけ当てたんだけどね。はい。ごめん。三番さん、ジングルと思っした。ごめん、ね。8番のプレイヤーは発言してくれ。さん、ね、番も、俺4ね、ずっとね、昨日から強然って言ってるんだけどね。俺別に4のこと黒って、ね、言ってないんで、狼って言ってないんだよね。 どうせ心境でって。だから3番がね、なんだっけ。3番が、どうせね、4と8でね、信境で終わらないからとか言ってね。それで3番怪しいと思ったんだけど。で、7にも言っとくけど、7番で3人とか追ってたけど、だから3と2、2でね、ないって言ってんじゃん。でも3の発言でちょっとおかしいからね、うん、3に行ったんだよ。別に2黒落ちてるからね。3でもよかったんだよね。で、7ってなんだっけ。8がずっと出現してる出現してるんだったら、じゃあね、なんでね、 俺のことをね、投票しないでよ。なんで4に行くのおかしくね、7番で、ね。それね、進化強化分かんなかったからでしょ、結局ね。7番がもう自分が狼ですと言ってるようなもんじゃん。新規か強化で結局分かんないから、じゃあね、最初に、俺行ったじゃん、最初にね。7番を軸にして、7番がね、どっか怪しいところ行ったらそこ行きよって。そこでの、ね、精査でどっちか行きよって。で、7番が3を上げたから、俺も3がね、おかしいと思ったから3行ったんで。で、みんな2ったじゃん。結果黒だった。じゃあいいじゃん、別に3行ったもん。 でも7番はバカみたいに、はい、3と2があるんじゃないかな。いや、ないでしょ。あるかもしんないよ。あったかもしんないから俺3人行ったんだけど。7番のこと信じてたんだけどね。やっぱね、7番黒だったよ。<laughs> 普通ね、3番とか、もう2番で、とか7番で4行ってんじゃん。もう心境どっちかわかんなかったんだよ、7番。そこね、5番分かれて。でも4もね、バカみたいに俺のことをローとか言って、自分のことをね、俺別に4なんてローって言ってないから。俺は教人で最初から見てんだよ 投票を始めてくださいあじゃあ一見すると強人だなったら真だったら,、まあ、だったらまあデータ取れるけどね真でも日にグレー行く人ってうんまあ一番だと全然あのグレーセス曖昧だし日のライン切りなんだか行動変な人一番のプレイヤーが選ばれました日のライン切りよしゲーム終了 村人の勝ちです。